はい一月万冊の清水です。ということでついに選挙最終日の1日前まあでも今日までですからねあの選挙活動は明日が投開票日ということになっていてうもう事前投票を済まされた方もいるんじゃないかなというふうに思いますまあそんな中ですね、えー、一体ね選挙どうなっていくんだろうっていうのも含めて、えー、本間さんと話をしていきたいんですがまあ昨日の朝日新聞に載った「 衆院選控えめなテレビ総裁選より放送短く番組は模索っていう風な書いてあっていやーなんかねこうこれすごい大きい問題だなって思うのがもうニュース見てると小室圭と真子さんの話ばっかりになっててだからどうでもよくねってどうでもいいもちょうどどうでもいいって思うんですけどなんか選挙よりもそっちの方が大事らしいっていうことで。 なんかこれはまあスポンサーのね、えー、理屈とかがいろいろあってですねそのあたりの専門家である本間さんとちょっと話をしたいなというふうに思っています本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんか選挙よりも小室圭が、うん、え弁護士に受かったのか受かってないのかっていうことが大事らしい <laughs> まあ大事って言かな簡単だからなそうなんですよね <laughs> 簡単に視聴率が取れるあ<ー>あこれはさテレビ局永遠の夢よ <laughs> 永遠のその夢を見続けて、えー、もう何民放は50年以上やってきたのか、うん、でそういうところにあのー、電通とか白鵬の方がスポンサーの広告を持ってきて儲けるっていうコースいう夢をさ どうしようイムの夢を見てるわけですよそれでそのねなんか昨日東国原がさ、うん、あのー、なんかやっぱりツイッターで、うん、ツイートで、うん、あの選挙報道が少なすぎんじゃないのかなと俺たちみたいなアホな芸人ばっかり写してるぜって、うん、まあそこまではかい言,わな言わなかったけど東国原さんは、えー、もう芸人ではありません。<laughs> <laughs> あいつ、あれ、彼は元はなんていう名前だったっけ東国原秀夫。そのまんま東じゃなかったっけああ、そうだ、そのまんま東ね。うん、そうそうそう。ああ、落ちた、落ちた。<laughs> そう。で、私たちの、私たちのじゃなくて、あのー、あのー、選挙報道がとにかく少なすぎる。うん。うーんだ,かだから圧倒的少ないよね。少ないよ。圧倒的に少ない小。小室家、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 小室家ばっかりだよ。 今だから小室経営のあれ話題に隠れてる感じうんわざとっていうかさまあそれでそのそのえっと朝日新聞のその昨日のさ、うん、総裁選が2日間2日から3日で総裁選のニュースが14時間ぐらい流れてた、はいワイドショー情報番組で14時間31分で,、うん、でも えー、選挙報道はそれに比べると同じ時間で8時間ぐらいしかやってね8時間25分4割減ぐらいですねうん、うん、えでも俺ねも,えもっと少ないんじゃないのと思ったのうんうんなんか肌感覚で見てると、うん、もっと全然少なく見えるんでうんあ,ーあれこれって NHK 入ってんだっけ,け ?NHK 入ってますよ 入ってんのうん。となるとさ、あのー、民放あ、ごめん、NHK はあれも入ってるよね。政権放送も入ってるよね。まあ、ってことは、もっと少ないだろうね、実際だからやっぱりさ、それ、NHK 外すべきだよね。うん、まあ、NHK はだから、ほらあの、もちろん、普通の報道もするけど、政権放送入っちゃってるんでしょ。 あ,あのー、なんかすごくやってるように見えちゃうじゃない、うん、いや政見放送もなんだか本当にあのー、あれだよねまあその時間内は何をやってもいいってことになってるからさちちゃゃかめっちゃやっやてるよね,なんかねいやー表現の自由をね最大限尊重されていて、うん、日本も幸せな国だなといつもあれを見ると安心します私は。 ああ大昔もね、今みんなあれ見ててひどいとか言うけど、うん、昔もひどかったんで <laughs> もうね、大昔はね、俺が中学ぐらいのときだな、確か東郷県っていうね、はあ岡間のあの、はあ、あれが、うん、候補者が必ずいてさ、うん、必ず選挙出てくるんだよ。うん ほんであのー、やっぱほら当時はさ当時ってもう40年以上前ね、うん、当時はやっぱり自分のがその同性愛だっていうのを明かしてさ、うん、選挙に出るなんてほとんどいなかったわけよしかも供託金払ってね何百万すごいねほんでね芸者の格好して出たりしたんだよ、ねうんうん、私がもし受かったら芸者の格好して登壇するとか言う。 えー、いいじゃん。うん。で、選挙のたびに、でも、終戦病を集めて,て、終戦病を集めててさ、すごいね。<laughs> すごかったよね。そういう人もいたから、うん、別に今は驚かないけど、ね、うん、まあ今もほら立花さんと堀江モンが好き放題しゃべってるようなやつとかさ、うん、あるけどね。まあでも、なんていうか、ちゃんとした報,報道 が少ないのは問題ですよいやもう圧倒的な問題でさ、うん、でそれは何でかっていうと、うん、その新聞にも書いてあるんだけどやっぱりその各党を公平公平正大にって、うん、公平になが流さなきゃいけないっていう、うん、あれ縛りがあって、うん、でその公平にっていうのの 解釈がめちゃくちゃゃく曖昧なの、うん、公平にって、えーと、つまり時間を全ての政党に時間をあの、ちゃんとありふれっていう意味なのか、うん、時間じゃなくって何か別の評価軸があるのか、と、うん、いうのはね、すごく曖昧なの。うんうん、だから、つまり何をやっても後から文句つけられる可能性もあるのよ。うん、でとにかく今の民法っていうのは、 あのー、争いを好まない。うん。うんとやっぱり与党との喧嘩与党とは喧嘩をしない。うん。どういうポリシーだから。うん。そ、あのー、選挙戦をじゃあまあほら例えば選挙戦でえっ、ー、と今日は野党うん何々と追いかけるうん。例えば自民あの一日は自民党うん。 やったとするでしょ、うん、でもさ野党の方が多いじゃん。うん、与党は自民党と公明党しかないから。うん、例えば自民党と公明党にワイドショーがさ今日は自民党特集です。自民党やる。翌日公明党やる。うん、でもその後延々と野党が続くじゃん。うん、あのちっちゃいところまで含めたから野党7党ぐらいあるんでしょ。うん、ひたすら野党やることになるちゃうん でそれがひたすら政権与党のまあ批判をする、うん、悪口そうなるとうんと分数的に言えば圧倒的に野党の多くなっちゃうわけよそうねうんでそれをあの公平ではないって,って文句つけられる可能性がまあ野党の方はさいつもさテレビ局に対しては逆で、うん やっぱりその例えば選挙の公示とかされたっていうと、うん、あの各党の党首の第一声ですとかってやるじゃん。うんうん、だけどどうしたって自民党が一番長くなるのよ、うんで、その後野党がまた一言ずつ喋るみたいになる。うん、だからいつもそこでなんで自民党だけお前3分喋らせてうちわは30秒なんだみたいなね。 まあそういうい批判もな、うん、どうやっても両方どっちかから必ず文句言われる,って言ってるん、うん、でで野党から文句言われるんだったらまあ別にほっといてもいいけど与党から言われるのを言われるといろいろ放送するのその後のほら予算の問題とかさ、うん、あとスポンサー絡みの話とかっていうのが出てきて面倒くさいからだからやんない。 はあ、つまり選挙報道をするっていうことは、うん、やっぱり、そのやどうしても野党批判をしているような、うん、ごめん、与党批判。与党,批判与党のねだって結局、与党が政権を持っていて、うん、その政権で行っている政治の審判っていう性格じゃない、うん、選挙。 でじゃあ、その与党の政策が果たして正しかったのか、うん、っていうことを、えっと、いろいろとこう検証するで検証してそれをテレビで流すで検証すれば大体が失敗だったっていう結果が出てくるじゃない、うん、それを延々とテレビで流されるっていうのはまあ選挙妨害だろうって,、うん、っていうことでケチつけられると。 でもそこは定位が曖昧だからさ、うん、非常に曖昧なわけでしょ。だから、あのー、民放側が腹くくってさ、いや、自民党がそんなこと言ったって関係ねえよっつって、流しちゃいいのよ、流しちゃ。別に法律で何か制約があるわけじゃない決まってるわけではない。うん、だからまあ、簡単に言えば、選挙報道が少ないのは、あのー、そういう、 面倒な話をいちいち解決していく意欲とか能力が民放にはないってことだよ。なっとる。うんだから、うん、からまた元に戻って、うんえー、そういう面倒くささがない KK 君とかを追いかけ回すのは楽だし、うん、調率になるわけよ。こりゃ儲かる儲かる。 あ,あ、最高。言ってても無なしい。<laughs> それはえっ、ー、と清水くん世の中っつまむなしいものなんだよ。<laughs> ああ人生とか世の中とは無なしいんだな。<laughs> うんでもたまにはいいこともある。うんまあでもいやあの世の中を憂いてる風に見せかけてですね。 あの小室経の問題、我々興味ないじゃないですか。だから世の中で一番熱い話題に乗っかって再生回数を稼ぐという私たちが、いや小室経とかどうでもいいして心底から思ってるから、<laughs> ほっといてやれよって思ってるから話題にできない。なんかもう、詳しいやつ、めちゃくちゃ詳しいから、うん、やったら詳しいわけよ。うん 一お前はその情報をどこで仕入れてくるんだっつったら「いやツイッターで」とか言っ <laughs> <指>で <laughs> 全部本当なのかやつか分かんないけど面白いからいいわってはあ<ー>まあねあのね要するにさっきも言ったけど、うん、その選挙の報道をするということで、うんえー、与党と揉める、うん、ね、不公平であるとか。うん 内容に偏りがあるとか、内容、うん、が間違ってる。いろんなこと言ってくる。うん、でそうするとテレビ局めんどくせえから、それを、うん、はい、はい、はい。ああ、じゃあ、やるかで、それはね、前例があるのよ。<う>あのー、やっぱり原発のね、うん、311の前、あのー、やっぱり原発報道を、 だから2000年,の2000年から2011年の間ぐらいに、うん、やっぱり原発の報道ってものすごく減ってったわけだけど、うん、それなんでかっていうとテレビな特にテレビまあ新聞もそうだけど、うん、たまに原発のに対するあのこれが問題だとかなんとかっていうさ、うん、報道をするともう必ず電磁ンとかからチェックが入ってさ。うん ほんで、お前、この、昨日やってるこの報道の根拠を示せ。うん。ね間違ってる。うん。間違ってなくてもだ、ね、よ。うん。間違ってなくても、これは報道は間違ってる。いちゃもんつけてくるわけだ。いちゃもんつけてくるわけよ。で、その、なんていうか、下手な回答するとさ、うん、こっちはさ、電磁錬は弁護士とかさ、うん。あと、その、電磁錬にくっついている、あいつら、弁護士とか。うん れてさほんでいろいろとこうまたいちゃもんつけてくるっていうね、うん、それでが面倒くさくなっちゃってさテレビ局は特に民放は、うん、であの原発反原発報道をやめていくっていう、うん、そういうあの流れになってったんだけどだから今の選挙報道っていうのもまあ、それに非常によく似ている。で 昨日の,あの朝日新聞で面白いこと書いてあって、TV、うん、アベマ t v、うん、なんかはもう候補者呼んで好きなように語らせてやってるって書いてあったじゃない。それでそのアベマ t v のディレクターがあの地上波でできないことをやってるという意識はないえ書いてあった。地上波だって別にできんだよだって別にそんなの禁止されてないんだ。アベマだと まあ見てる人が割と若い人たちばっかりっていうのと地上派ほどのまだ影響力があると思われてない、うん、だから特に文句も来ない、うんうん、だから自由にやってる、うん、だけど法の下の制約っていうのが特にあるわけではないから地上派でもできるんだよアベマでやってるようなことは地上派でもできるなんだけどやんない なんでやるかっていうなんでやんねえかって言うと、そうやって、えー、文句が来るのが嫌だ。うん、で、文句が聞いて揉めているっていうようなニュースが流れると、今度はスポンサーが嫌だ、うんうん、っていうね。そういうことの繰り返しでやらなくなる。ほほほで、やらねえくせに、うん、やらねえくせに選挙が終わると、いきなり。 選挙特番、を使ってやるわけよ。うん。当確でたー、出口調査によるとー、とかって。そうそうそう自民党、第三。はい。とかさ。大躍進。うん、あ、維新だな、維新大躍進とか。うん、そういうのが。もう八時一分ぐらい出ちゃう。ば、うんお前ら。全然報道しないで、それをやるんかいって。うん ずっとその繰り返しだよね。うんうん、まあだからその昔から例えば自民党に入れてるっていう人はさ、うん、で高齢者の人はさ、でしかもネットにつながっていない高齢者、うん、はテレビしか見てねえから、あれは意識なんか変わんないよね。うんうん まあほんとやっぱりテレビ局特にテレビ局のそういうまあ堕落だよね堕落怠怠慢慢ですよ怠慢だよだね、うん、結局喧嘩することを恐れているだってさ評価が分かれることをテレビとかでやればさ、うん、それはあちこちといろんな圧力が出てやっぱり喧嘩しなきゃいけないのよ だから本当はそういう喧嘩をしなきゃいけない。昔はやってたんだよ、うん、結構。うん、スポンサーが何か言ってんだってほっとけとかさ、うん。電通が何言ったっていいじゃねえかみたいなところあった。うん、今はないよ。もう今はね、もう喧嘩をするような、まあ、バカなことはやめてくれと。うん。発砲丸く収まるようなやり方があるじゃねえか。放送しないっていうやり方が。指 <laughs> でだ だからもう電波料ちゃんと払えよ。本当に。<laughs> 全然払ってないじゃん、電波料。ね、ソフトバンクとか200億とか払ってんのに、確かは日テレとか1億円とかそれぐらいですよ。うん。うん、安いんだよね。うん。彼らはだから、報道しない自由って彼らの中には報道する自由じゃないんだよ。報道しない自由。 腹立つよね、それ。報道 <laughs> しない自由ってなんだそれみたいなさ。うん、すごいよな、それでな<ー>給料。だからほら書いてあったでしょ、その朝日新聞なれにもさ。うん。池上彰も、の選挙特番も、うん、あれやると必ずなんで。 途中経過をやらねえんだって言われるんだけどいろいろと大変だからやってませんみたいなこと書いてあるいろいろ大変だからやってません投票前にももっといろいろやった方がいいのではという指摘もあって議論したが公職選挙法の規定で放送の仕方がなかなか難しい部分もあり今回はそれほど踏み込んだ番組を作らなかった、うん、テレ東の社長のコメント今回はじゃねえよ毎度だ毎,度毎回です毎回 うん、だから公職選挙法には明確に公平公正な報道をせよって書いてあるわけだけどじゃあそれは具体的に何なのかっていうのが詰まってないからさ、うん、拡大解釈してやらなくなるわけ、うん、で特に民放連とかがそこが問題で解決した方がいいって言うんだったら、うん、やっぱそれは国会で何とかしてくれってやるしかないわけ だけど、そんなの誰もやんないもんだから。ほったらかしになってて、うん、まあ4年に1回とか6年に1回さ、またテレビは何もやんねいなって、またも同じことをやられてるわけ。ぐちゃぐちゃ言われるわけだ。だってやってねえも,でも、うん。やんない自由を、うん、やんない自由を満喫してるわけ。うん、<laughs> まあでもね、だから今回とか、 朝日共同体読売産まあいつもの構図だけど、うん、内容が真逆だっていうね、うん、でもなんかいつもの真真逆逆感と真逆なんですよ朝日はいつもは自民党は不利だぞーって書くのに今回は読売とか産経が自民党は苦戦してるぞーって書いて朝日は躍進するぞって「躍進じゃないなえー、っと勢いがあるぞ」って書いてる。 なんか、ね、変ちゃ変だよね。うんうん、なんか変ちゃ変変な、あのー、あれなんだが。まあでも、うん、自民党安定多数の勢いっていうふうには言わねえだろうなって、こんだけ負けそうなんだから。な朝日新聞の言い方変だよね,ね。うん、なんか変。それやっぱり、なんか、 やっぱちらほらそう思ってる人もいるみたいなね。うん、なんか今回朝日がおかしいみたいな。うん、まあ俺もそのちょっとそう感じる。うん、何をしたいんだろう何もしたくないんじゃないよ。もうまあ。まあよくわからん。新聞はそれなりにもちろん報じちゃいるけれどもね。うんうん 民法はな、どうしようもねえよなってね。何にもさ、うん、批判されても変えるつもりはないわけよ。うん、そう、俺ね、このこの間の参議院選、おととしだっけ、はい、あれの、そのやっぱり池上彰のさ、番組を。うんで 小泉進次郎に女のだからテレ東の女のキャスターだよね。うん、でずっと質問してなんか小泉はどっかで応援弁士かなんかしたのかな、うんまあ、とにかく小泉にへばりついてさずっとインタビューした、うん、そしたらさいろいろと、まあ、まあ小泉が適当に答えてたんだけど、うん、その最後の質問かなんかで。 あの,その女性のキャスターからね、うん、手衆議員であることをどう、手衆議員ってあのいろいろ楽だって言われてますけど、どう思,思いますかって。そうそう、本当ですか、うん、みたいな。そしたらさ、いきなり顔色、顔,顔つきが変わっちゃってさ、うん、新次郎はさ、うん、あなたはどう思うんですかそんなことありませんよ。 全然そんなことはない。<ー>だったらあんたがやればいいじゃないかって。い <laughs> きなり逆切れしちゃったのよ、その女性キャスターに、ね。よっぽど嫌だったんだろうなあ。まあね、1日に1回ぐらいは聞かれるんだろうから嫌なんだでもその女性キャスターにさ、そこ,こでそう逆切れしたってどうしようもないじゃないですか。あの瞬間、こいつ、器が小さいなっていう感じがしたんだよね。うんうんうん それもしだよ選挙前に流してたらかなり票落ちるよね、うん、落ちるねだからやっぱりそういうのってさなあのやっぱり報道ちゃんとすべきなんだけど、うん、結局は報道しないわけじゃ、うん全部終わってからあの小泉進次郎議員でしたみたいなね、うん、あの小泉君をずーっと2週間追いかけましたみたいななんかさ やるじゃん短いコーナーみたいなんさあ、うん、ホかってそんなのお前やってんだったら、うん、ちゃんと記述前に流せよっていうねあなたそんなに言うんならあなたがやってみたらどうですかってやってみたらってできないじゃんだってさ「世襲 <laughs> じゃねえします」「キャスター世襲じゃねえんだから」でもそうやって消えちゃってさ、うん 本当なんかな、うん、ケツの穴が小っせえなっていう感じだったよで、まあ、そういう映像がさ、うん、かなりあるのよ。うん。いろいろ。別に小泉だけじゃなくて、うん、いろんな議員を追いかけてる時に、議員たちがさ、うん、あ、こいつ、すごいいいやつなんだなって思わせるのもあれば、あ、こいつ、せっこいなって思わせるのもある。うん、で、せっかく大量に撮ってるんだから、なんで選挙前に流さねえんだっていう。うん よねっ、こ、ね、っちゃん。それをやらねんだよね。怠慢だよな、喧嘩すんのがやだからって。うん、まあ、ローカル局は。うん、ローカル局は当たり障りがない感じで、まあ、結構やることはやるけどね。うん,うん。うん。 内容は当たり障りないけど、うん、それこそ逆に、えっ、ー、と選挙応援、テレビでやっちゃってんじゃねえのみたいな、うん、今日はなんとか候補に密着してとかっつってさ、うん、あっちで演説、こっちで演説してる、そういう風景ばっかり流してるとかさ。うん これも,もしかすると選挙、選挙応援、応援になっちゃってんじゃないのみたいに思うときもあったよね。なんか、そういうのって本当に多くって、特に小室さんとか眞子さんの問題ばっかりを報道して、で、それ、安く番組が仕上がってリスクもなくって、儲かるのかもしれないけど。 そら私も本間さんもさなんかこう「何あ今日はおおちゃんがかわいいですね再生回数50万回とか取られたらねそっち行 <laughs> っちゃうかもしんないけど行っちゃうかもしんないけどでもオリンピックの問題とか選挙の問題とかいっぱい本読んだり取材したりして取り上げてるわけじゃないですか。 ななかかねうそういうさ努力は報われないのよ。ね報われませんね。んお金が1人でああだろうこうだらやってる方が再生稼いだりすんのよ。<laughs> 今んところそうではないけど。ねえ、ね、ちょっとやるピンオフやるか。ピンオフ。おちゃんの政治占いとかもうちょっと大きくなったら、ね、やってみようかな。どっちが勝つと思う,うとか。 <laughs> あるじゃん海外とかよくさまあねオウムとかにさどっち、うん、って言って足をゆっくり足をこっちの乗っけさせてさ、うん、与党が勝つみたいなね、うん、ねおちゃんそういうのもいいけどさいいけどよくないよこのものとしてるけどいやまあね 結局は、うん、毎年毎年なんで民放はもっと伝えねえんだって文句言われるけど、うん、文句言われて民放連とかが全勝したいと思いますって言っていく政争そのまま何年もほったらかしになってんのやんねえんだから <laughs> まあもうこれは構造的な問題なんでしょうねアベマとか 例えば YouTube でうちらがこうやってるような番組の方が伸びてまあいつか消えてなくなっていくもんなんだろうなあれは民放が民放が民放の影響力とかっていうのはまあねずっと打ち続けるわけ、うん。だいぶ減ってるもんうんそれは間違いないやっぱり落ちるに決まってるうん、うん 落ちるに決まっているがその落ちるスピードが緩やかで、うん、日本の場合ね、うん、まだまだちょっとこれあのか、ー、すになるまであのー、儲けてやろうって言ってみんながむしゃぶりついてさ <laughs> ですか生きながらてるわけだよねほんでまあ多くの人も見ちゃうからねそっち。 もう本当にな何の価値もない番組、うん、山のように量産しててさあれでも見ちゃうんだよな本当にみんな見るんだよな,なんでなんでしょうわかりやすいでも眞子、ま、さんとか圭さんの問題ってなんかもう全く興味を持つポイントがわからないレベルでよくわからないんですけどね いいや俺今よくわからないあ、うん、まあだけど、そういうのを追いかけてしまう構造というのは、まあ、テレビ局の腰抜け具合というのも背景にあるわけですな。うん、うんよ。間違いない。うん。喧嘩すればいいのにしない。うん、ね。この間もほら、ちらっと言ってたじゃん。2016年の参議院選挙というね。うんうん、あれでしあのー、死。 自民党の CM 中身、どう見てもこれ根拠ないファクトばっかり書いてて、うん、ダメだろって言ってんのに、うん、あの電通がいやいや俺なんとか通してくださいなんとか通してくださいよって,言ってたら、うん、通っちゃうっつんだからさうん、うん、言えないでしょってだって根拠不明な根拠薄弱なものをあのー、民放の電波にのっけて CM として流しちゃったわけ それもお金があるからっていう,、うん、そうお金があるところが言ってきたら長いものにはまかれるよっていう連中がやっぱりテレビ局の中にはいっぱいいるわけよ。営業的判断ってやつですね、うん。だってお前これうちだけが放送しないわけにいかないだろうって。b s,、うん、<S も日テレも OK したって。 電通さんは言ってるよっつって横で電話してみたいや、全然ケ、OK、ーしてねいけど。またでオッケーするわけないだろうって。<laughs> 嘘ついてんのがバレる。平気でまた嘘つくのが辛いけどね。君が若か民法な、ほんとだ、うん、もうちょっと頑張れよって気はするけどね。ねおっちゃん。 なんで昔は頑張れてて今は頑張れないのやっぱりさ、うん、あのバブル崩壊まではさ、うん、スポンサーなんて言い方悪いけどいくらでもあったのよだからそういう文句つけるようなそれまあ業界用語だと行儀の悪い、うん、あのスポンサーってことになるんだけど、うん、お行儀の悪いスポンサーには退場してもらっても、うん、代わりがいくらでもいたのなるほど今いないのか今いない 今いないっていうかさやっぱこう企業によってはあまりにもそのスポンサーが巨大になりすぎてんす、うん、変な話さ例えばソフトバンクとか、うん、トニーとかにさ、うん、あこいつらうるさいないちいち番組内容にもの口遊ぶから切っちゃえとかって切っちゃってさ年間数百億円の売り上げを他の得意先で補填できないでしょ、うん、まあそうだね それはほら、うんとクリニックみたいなね、うんああいうね、あのちっちゃいところはさ、うん、切っちゃったって言うわけよ。じゃあ、1億円未満みたいなのだ、うん、とだけど、でかいところ切っちゃうと、それを補填することができない。うん昔は、ああいう超巨大企業ってまだそんななかったでしょ。うん えー、まあ、あの、もしそこがやめたとしても、まあ、バブルぐらいまでだったら、まあ、いくらでもいると、スポンサーうん。だから、でも今はいない、えー。なるほど。つまり、あの、昔からあるこのことわざ、品すればトンする。うん。ってやつですな。そう,そうそうそう。ひんひーひーひ,ーひー泣いちゃう。ひんド,ドン、んドン。 頻度 <laughs> ん,んかよ。それはまあ、まあ、GDP がね30年近くほぼ横ばいぐらいの勢いだったら、うんね、そういうふうにもなるんだよなそうそうそう、うん、そういうことそういうこと、うん、伸びないから、うん、どうしてもまあテレビ局の場合は、えー、そのでかいスポンサーに対しては限りなくチェックが甘くなる。うんうん まあしょうがないっちゃあしょうがない。なんか見てでも見てる側はさまあでもな日本も衰退してるからしょうがないよなまあテレビなんかこんなもんださてほかにいいのないかなっていうふうに探さないもんねそこはそれで問題だなって思うんだけどうんやっぱタダで見れるっていうのが嬉しいのかなさあそうそうやっぱタダ最強よ、うんうん、最強。 でも今はほらサブスクでねネットフリとかさ、うん、アマプラとかを見れるようになってるから、うん、選択肢としてテレビ以外っていう選択肢っていうのは、まあ、確実に広がっていくわけじゃん、うんうん、だから民放ね今の日本の民放が今今の力を維持できるつ多たあと10年ぐらいじゃないの10年もだったら日本人もう一体どうなってんだろう まあ俺その頃いないからちょっと清水さんにまた頑張ってもらう,う、ね、もう俺も嫌だよ <laughs> もう嫌だ疲れたパトラッシュって言ってると思う <laughs> れ俺が気のいいってた <laughs> <laughs> もう疲れたよパトラッシュっつって僕はもう疲れたよ <laughs> やることとしたら中国とかアメリカ相手に儲けて日本で使うっていうことぐらいですう,うんそうなの。うん そ,うかね、その道はまだあるようんうんそうかそうだなじゃあ中国でもな中国ネットの監視とかも厳しいからねいやだから日本にいて儲けるんですよ中国相手ああそうね、うん、でもほら中ネットとかだとさ遮断されちゃうしねうんでも別に全部がそうってわけではないんで 見れますよ向こうでもひとつき万冊も結構中国人の人見てますよお<ー>うん、でもね見てるっていうのはどういう回線で見てるの別に中国国内にでも VPN とか通したら見れますからうーんえでしゅうちゃん笑い物にしたりしてもちゃんと映ってんの映ってる映ってるです、うん っじゃあ今週の「習近平」とかいう番組でも作ってやるか。でもね、そん習近平ちゃんと調べれば調べるほどちゃんとやってるところはやってるからね。<laughs> どちらかというと、ね、日本のアホさ加減が <laughs>。まあ、あの香港とさ、うん、そのいわゆる軍事関係はちょっと置いといたとして。うん まあ国内さあんだけのしね十何億だっけの民食わせていくってさほ、うんといや中華中国っていう国に外国の概念が生まれて初めてじゃないうんそうだね国も普、うん、がなく食わせてるてさ、うん、いやまあもちろん貧富のさあるけど、うんうん、で今度なんだっけあれでしょ 土地所有税かなんかかけてさ、うん、富裕層から税金ふんだぐろっていう話してるわけじゃない、うん、あれ、すごいよね。なかなか日本じゃできないことをやろうとしてるよ。ねえ、うん、おっちゃんね。まあ、あとはインドかな。お受、うん、けるポイントイン。いや、インド、インドになると、なおさら本当にわかんないな、俺。うん、でも、英語使える人多いからね。レイ,インボーマンがいたぐらい。 しかしらん英語が使えるし、えー、まあありかもよだからもうあの日本で日本国内だけで働いててもこれもうダメだこりゃってう、うん、なってきてるから、ね、日本買えたかったら外貨稼いでだからもう1960年代ぐらいのイメージですよ外貨を稼いで日本であのいろいろやるっていう まあでも GDP の比率はねそれぐらいまで下がりましたからだよね、うん、ただあの頃と違うのはみんな年を取ったって <laughs> まあでもしょうがないよねでも日本が貧しくなったんだったら海外で稼ぐしかないしインドかインドなインド行くおっちゃんインド まあもうベトナムは遅いかな。うん。インドでしょインドネシアもいいね。ネパールとかミャンマーもあり。ミャンマーいいなって思ったんだけど、うん、クーデターを引きちゃったから。クーデターを起きちゃったしな、うん。ちょっと大変でしょあそこ行くの今。行かなくてもいいのか。いや、ミャンマーで儲けようと思たと行かなきゃダメでしょ。 <laughs> アメリカとか中国相手だったら日本から何か物作ってなんかネットで送るなんかネットで売って実際のものを向こうに送るとかでいいけどちょっとミャンマーは見てこないと情報が分かんないうんだからあれですよテレビ局とかも例えば気合と根性でインドのスポンサーとかね ベトナムの大企業のスポンサーとかそういうところからお金もらってきて運営したら日本政府が何言ってきたのか知るかもっていうふうに、まあ、言えるわけででも<や>そういう根性はないだろうそれはもちろんないな、うん、そういうスポンサーもそもそも,そもいないけどないやあるでしょそういうスポンサー探してくるのは電通と博報堂の役割だけどね電通と博報堂がわざわざ向こうまで行った探さないと思うけどね だけど、例えばですよ、極端な話、あの、インドの、ね、企業が、1月つ万札に、年間、ね、もうすっごい安い金額で5億円スポンサードしてくれるとなったとしましょう。で、で最後に、その、スポンサードバイなんとかかんとかって、インドの会社の名前が出るわけですよ。でそしたら、ずっと言えるじゃないですか、いろんなことを安心して。で、それは、やっぱ、 あのー、そういうのが増えていくかもよ。うん。別にうちまだインドでのスポンサーないけど、インドのスポンサーの皆さん、もしいたらぜひ。うん <laughs> うん。え、でも <laughs> そうじゃない海外からのお金をもらってで、そして日本で活動するっていうのはありだと思うけどね。うん。日本が自利品なんだったらだから。うん コンさんがついてくるんじよねい,いますよい,いますよどっかに面白いけどさいねえかな本当はどうなんですかねアリアベトナムとかさうんいないかなでもなんかそういう流れになってくと思うけどなだったらテレビ局とか何も変わらないわけだし うん、まあ変わらないね、うん、全くお王ちゃんが見えないわんうん。うん、んクレームですよクレームお王ちゃんが見えないのは <laughs> はいすいません <laughs> はいはい いやーでもーこのな選挙今回は特にひどいよ選挙の報道が本当に少ない、うんはい、これでテレビ局は視聴率あのー、投票率が上がらないのは問題ですねとかって言ったらお前ふざけんだって <laughs> まあだから格好のスピンの道具があったっていうわけですね、うん、結局ねうん あとほら、選挙になったりするとさすぐにさ選挙が近くなったりするとよくあるのがあの芸能人が大麻で捕まるとかさよくあったじゃん、うん、今回必要ないんだよ KK、うん、でそれを見事にやってくれるからだな、うん、それまあそういうことの繰り返しなんだけど、うん、今回は特に皇室まで巻き込んで うんあの有力なあのスピンがあったっつうことですよね。うん、うん、まあそれにみんな乗っかっちゃったっていうことやな。やっぱりね乗っかれば簡単だからさ。うんうんの何の苦労もしないよね。あの会見 ずーっとあの2人が喋ってるところを会見って言ってずっとそれをね何回も放送してさ「お、うん、いじゃないの何の努力もしないで」あさすがにでも何どこのマンションにいてとかっていう話は出ないねいや出てたよあ出てんの、うん のうんまあどうでもいいっすよそんなのはそんなことよりも安倍晋三とか麻生太郎とかまだ続けんのかなもう本当に小室圭のやつが重なったのは痛いね日本の政治にとって痛いよそしてテレビ局の怠慢がよく分かりましたねでそして <laughs> ひとつ万冊のようなところを育てていかないとこれはもう 日本の未来も危ういと思うんだよな。というわけでいつもの話で申し訳ないんですけどえカンパがもらえると嬉しいなというふうに思っておりますということでえ今日も読書というのとまあもう全く取り上げられなくなったテレビではほとんど東京五輪ね東京五輪の滞在というテーマでですね あのこれからも取り上げていきたいというふうに思っているので、まあ、本間さんの12月に発売予定のえ東京五輪の滞在え直筆サイン付きえ動画付きのやつをですね1万円で販売しておりますのでぜひ買っていただけると嬉しいなというふうに思っておりますまあねあの200冊私応援のために買いましたから、えー、これをねなんとか売り切って発売前にさらに増刷で私が200冊追加で買うというのをやりたいと思っていますので。 ぜひよろしくお願いします。ということで今日も読ンチャンネル登録といいねよろしく。それでは。